よーし、今日もスト6やっていくか。まあ、なんか先日ね、CR カップもあって、めちゃくちゃね、今流行りですからね、ストリートファイター6。楽しみだなぁ。よしよしよし。じゃあまずは、まあ一応ね、結構僕もそれなりにね、まあスト6やってますので、まあ、結構まあ自信あるわけですよ。あ、どうも。申し遅れました。オニアと申します。お願いします。じゃあどこか。さあさあさあ、まあ言ってね、まあスト6、いろんなね、格ゲーのもう定番中の定番ではありますけど、まあそんなに、おなかなか、あ、新しいですね。なるほど。まあ、やっぱソシックスもね、人気ゲームですから、うん、やっぱこういうね、もう本当にやっぱ世界で一番、多い言語、使われてる言語は英語ではなく、こう、中国語ですから、そこもちゃんとなってますね。さあ、とりあえず日本語モードにしたんですが、次日本語モードにしたら中国語じゃなくなって英語になるっていうね、まあ、なかなかすごい複雑ですね、これはね。まあまあ、言うなればね、やっぱりこの英語っていうのもね、世界で使われてる言語ですから、まあいろんなのがあるでしょう。とりあえずじゃあ、ここで、やりやすくなったら行きましょうか。とりあえずストーリーモード行ってみようか。じゃあ、OK。ストーリーモードで、ビギナー、ノーマル、エクスパート、マスター。とりあえずノーマルで行こうか。まあ言ってね、スト6もね、ワールドツアーってのありますから、はいはいはい。ちょっとこの世界のストーリー見ていこうか。はははまず女の子。まあちょっともうわかんないけどね、これが、どっちかわかんないけど。はいはいはい。リトル・ディート、I know that。なるほどね。はいはい。ファイト・エンジェル、sounds like a bad porn movie。なんかこの子たちが戦う運命を課せられたみたいな感じでしょうかね。はいはいはい。まあ一応だからここで多少なりとも、多少なりともまあ、あるんですかね、ストーリーが。めちゃくちゃ進むの早いけど。めちゃくちゃ字幕早いんだけど。まあ、とりあえずここでまあ、相手が出てきて戦うって感じかな。はい。一応これ僕あっち来んのかな。一応僕コントローラー持ってるんですけど、この、いわゆるアケコみたいな感じの。アケコこれ対応してるんですかね、これね。ちょっと待って、さあ、ラウンド始まった。さあ。いいじゃんいいじゃん。めっちゃソシックスじゃんこれ。あ、ない、ないんですね。いや、いや、意外といける、意外といける。あ、いけんだこれ。ちょっとじゃあ行こうか。はい、ジャンプが。キーコが全くしてないぞこれ。ジャンプ、あ、いや、いけるいける。はいはいはい。ダッシュがあって。はい、下段も、はい。下段がない。ただ、とりあえずぶん殴っていって、上からカウンターもある。じゃあいいじゃんこれ。はい。これ、あれあるかな、勝利券コマンド。勝利券あるかな、勝利券これ。勝利券、勝利券ない。てか、敵屋さんなんだ、勝利、敵屋勝利持ってるこれ。え？あいつ勝利券あるじゃん、こいつ。掴みがあって、殴れる。同調しも特に判定はない。あ、ちょっと地味だな。体育あるね。はいはいはい。じゃあ、これ体育、はっはっは。なんでこんなにこれもっさりしてるんだ。あ、いいですね。めっちゃこれ相手、すーげー、相手クラウディア。思いっきり勝利あるんすね、これ。まず敵強い。EX ゲージもある。そこ負けられないね、これね。え、今の竜巻戦武客思いっきりなんか既存の技があるんですが。一旦バレたい。いや、すげえ強え、すげえ強え。で、これ、すげえ強え敵が。なんだこれ。めちゃくちゃ強え。で、ここで固まるんだ、これ。めっちゃ昇竜拳じゃん。思ったらこれ50倍。スト6してますよね、これで。わかりました。失礼しました。ちょっと僕もびっくりしてまして。ちょっとここ片側いこうか。あー、ってことは、しょっぱな、はい。それさ、剣のさ、竜巻、なんか、烈風脚かなんかだよね。あの技あるぞ。頑張りたい。じゃあジャンプして。敵は普通に強え。あとなんかダウンレイな、何敵してこないこれ。ダウンレイみたいな。はい。まだあるよ、まだあるよ、まだあるよ。まずい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 。なんでダウンレイかんのこれ。めちゃくちゃ敵強いんだけど。なあ。起き上がりダウンレイ来るんだけど。ちょっと一回これキーボで行こうか。多分キーボの方がいい場であるな。うん。多分キーボの方がいい場これ。反応が全然。なぜか知らんけど、キーボの方が反応がいいっていう。さあ、一旦ちょっとこれで。とりあえず、投げがここであって、でジャンプがいった。あ、しょ、はっはさあ、ちゃんと昇竜なんだよな。この謎のダウン連な。あ、昇竜連覇が飛んでくる。剣じゃんもうこいつの動き。さあ、とりあえず、攻めはもうちょっと大事でしょうか。さあ、一旦ちょっと攻めていって、で投げ結構強いから、投げ多めに行こう。で、走って、とりあえずぶん投げていって、で、多分この辺でダウンレーンがあるんだよね、普通に。竜巻。弱、強で。弱、強で行こうか。これ、きついよ。はい、ははは。これはちょっとひどいっすね、かなりね。これ、思った5倍ひどい。これがせ、これダウンレーンが。足、壊し。竜巻飛んでくる、竜巻。はい、壊し、一旦防ぐ。で、壊し、はい、壊し、なんだよね、やっぱり。
壊しなんだよな、大事なのは。これは倒したいな、まあ、一応連打コンボっぽいのもあるな。弱ヒット確認して弱上中で中大系、中大系まである台まで。でここでジャンプして上から勝利くるか。あと結構これだんだんなんか敵のあの服装これ変わってますね、よく見るとね、これね、はい、まあ、そういう仕様もあると。いいよいいよ、弱から大 OK。 なるほど、だいたいわかりました。スナッチザオポネントインバイトアフターユーオブデインビクトリー。来たよシュガー、なんか急に日本来たね、どういうこと。急にシュガー相手名前すごい名前だね、急にシュガー来たよシュギャーシュガー。はあ、唐突に You are funny、 お前面白いの、レディーと。わかりました、とじゃあシュガー行こうか。なるほどね、ストーリーボードだからいろんな敵とやるんだ、わかりました。あ、シュガーちゃん、なるほど、なんか乗ってるね、あれにローラースクートみたいな。オッケー、射程長いな、シュガーちゃん。まあ基本中大中でいこうか、中大中でいって投げが入んない。やっぱ足技この子強いな、なんかジュリみたいな感じ。はい、ジャンプからいってジャンプの空大空からいこうか。体育体育大あるよあるよ、体育あるよ体育あるよ、体育あるよ。波動コマンドです、何も出ない。勝利コマンドも何も出ない。これコマンドのタクソもないな、なんか同じボタン押して別の技出るぞ、これなんだこれ、別の技出る。まあまあいいかいいわ、まあランダム性ってことよね、実際ね、あのね、喧嘩っていうのはランダムですからね、人間のね生活もありませんからね、決まったパンチみたいなないでしょ、みんな A ボタンみたいな、人生に A ボタンありませんから。ある種いい定義ですよこれ。あいつ動きキャミっぽいな。でなんか俺もあ必殺技入ったね、なんかこれフリーズドンみたいな、つえ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 、なんだこれ。最後ハハハ最後昇竜拳なんだ、めちゃくちゃ入るじゃん、ホーキー。はい、ジャンプ、はい、ジャンプジャックから、はい、ジャンプ中入って、中枚系から、中枚系入れてからの、下段、下段、下段。待ってな、下段。待って待って、暴れ。一旦暴れたい。一旦暴れたい。テクしてもね、竜巻さ、竜巻、あったよ、竜巻コマンド。竜巻コマンド。ない、ない、ない。まあ、別の技が出る。同じボタン押して。わかんねえ、なんでか。入った。どうこれ。わかんねえ。あ、まあいいや。オッケー、とりあえず強者。さあ敵はだいぶ服抜けましたか。さあ結構進んでますね。なんかネクストステップって書いてるから電車乗ってるのかなこれ。だからね、ウェルカムトラベラー、ようこそ挑戦者みたいな感じ言ってるから。ただ、なんか知らんアデルさ、主人公変わってるんだよね。これなんでなんですかね、さっき見たいた女の子が消えちゃってるんですよね。そんなにそこの言及なかったんですけど、まあ、とりあえず、ただ一応やっぱ、スト6もね、アーケードモードっていうのは、こう敵の全部、なんだろう、強い敵倒すみたいな、ありますから、そこは一応、乗っていますね、ちゃんとね。うん。さあ、いったクマ行こうか。で、だんだん、まあ、敵もちょっと強くなってきてる。ただ、これ技が強すぎて、これ。こいつのこの、はーってやつ。近く来たらこう、ぶん投げて、前行ったら別にもうこのまま下段でここで入るから、でこれがあのダウンしてる敵に動き入るっていうね、本来あのストファイとかね全部こうダウンしてる敵は無敵状態なんですよ、だからはめれちゃうから、これ敵がダウンしたらそこに一発上から入るから、だだだだ強い、竜巻しかに切っていって、竜巻から無敵なんて、竜巻は強えや、うん、うちのクラウディアめちゃくちゃ竜巻とこの起き上がりさせないハメ技で一生勝てるっていう、あるいは角半取った下段から入って、まあ、またはい、またこのまたこのコンボこれ強いですね、かなりこれね、これはなかなかちょっとスト6も欲しいですねこれがね。さあ一旦体育しようか、体育見て、体育見て、はい、飛んでいって、まずいめくりで、やばくなったら一旦これ壁でこれやばくなったら一旦これ、うん、これでこうダウン値的な攻撃はありますから、あるよ竜巻で、あるよ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 、ここなんだよねー、マジで剣だなこのクラウディア動きが。で一応ビュールーザー一瞬見ると、ああ、いか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 で、なんかダウンロードコンテンツがあって、今これやってみたんですけど、なんだろう、 DLC ユーズカートゥーンスタイル、あ、はい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 、でリアルスティックスタイル、はははあ、これいいな、あ、これいいな、これちょっと戻してほしい、気持ち戻してってすごいなっちゃうね、これね、これは戻して弾幕出るやつだな、これいいですね、
え、途端にこれ髪毛になるんだか、ちょっと待って待って。で、全部落としてバーサスモード。あ、すごい、ちょっとリアルになった。あ、すごいすごいすごい。キャラによっては、キャラによってはちょっと戻してほしいキャラも出てくるね。え、急にいいぞこれ、比較したい。ローカルバーサス、あ、はい、これね、はいはいはい、女の子たちが、まあ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 、そう、馴染みあるというか、あ、いいですね、いいですね、いいですね。これでストーリー行きたい、俺。もうあのストーリーを。初めからなるんかい、しかも。初めからなるんかい、一回 DLC 入れたら。あ、ちょ、なんか切ない感じ。あ、だいぶいいですね。なんかガチ感出たな。やっぱこうじゃなくて、こうじゃなくちゃダメ、やっぱり。ストリートファイターってのは。あ、ムッとしてる。すげえ感情がわかりやすい。いいですね、いいですね。どことなく、ちょっと、そこには戻してってコメントが来そうなね。これは戻して感すごいな。あまりそのか、めちゃくちゃ可愛いだちょっとなんない。その絶妙な感じがすごい。すごい。さあ行くぞ。ほらこれで。しかも皆さんね、このクラウディア倒せばできますからね。あの、服がはだけるとかも。皆さんできますから。そのサービスショットありますからね、これね。そこで行きたいね、そのサービスショット。しっかりかと、しっかりかと。絶妙に可愛くねえんだよな。そこがまたいいよな、結構な。この一撃よね。いいよ。いい感じ。いい感じになんか誘んないんだよな。なんだろうな、これ。この違和感。これラストボス行ったら可愛いかな、ラストボスな。いいな。このリアルスティックのこれいいな。リアル感あって。マジでリアル感だな。一応その設定で、なんか服がはだけないものあったんで、それ取り入れてみたんですけど。まあこれは本当は皆さんはだけた方がいいんですかね。うん、でも見てる皆さん的には、そう感じるぐらいのとこですね、これ。なんかもったいない感じも俺もしちゃうんですけどね。ついつい、本当に YouTube の仕様だけはね、やっぱ気にかかっちゃうんですよね。絶対これみんな服はだけた方がいいよな。このグラフィックすごいな、これ絶妙っすね、これね。さあ、いよいよ。基本やっぱ強いの下段だな。下段3発入ってこれ本部。この5段コンかなり強い。運んじゃって、歩いて運んで、端まで。はい、5ヒット。で、また運んで、起き上がり、はい、1、2、3入れて、4、5度。これは多分、一番多分、このクラウディア強いな。かなり強い、これが。5ヒット以上伸びたいな。いくかな、これ。1、2、1、無理か。あ、まあ、ダウンレーン入るから、ダウンレーン入れるならこっちも打点あるかもしれないな。キューブ集めた。あー、ただちょっとこのあれにしちゃったからさ、リアルフェイスにしちゃったから。どう、フレイヤー、なんとも言えんな、なんとも言えんな。ただまあいけるいける。あ、ちょっと先生、ただもうこっちは大技あるからね。あ、じゃあ次やろ。こいつ一旦接近して、はい、やっぱ中段中大中から入って、はい。でまたこの技よ、この、はい、この技よ、はい。下段から入ってこれよ。で、詰めていって、歩いていって、はい、下段から、はい、これよ。これ一番強いから、これね。ただして、下段から入って、これよね。で、はい、これよ。で、端持ってっていって、はい。下段から、これいって、さらに勝利まで入ると。たまに勝利出る、これ。下段、こういって、たまに勝利。なんかでかい！いった！わおー！たまになんかガチャ押して、すげえコンボ出るんだな、これ。ただ、なんぼなんか、なんだろう、そそらないというかね、何もこう、唯一のはだける要素を消してしまったからさ、で、リアルフェイスでしょ。なんか、どうとなくやっぱこう、なんか、虚無感はあるね、このゲームの戦ってね。ラストボスではあるんだけど、こういって、またここからコンボが入ると。ギー6連。あ、入った、でかい、いや、に、勝った、昇竜連覇じゃん、完全にそれ、剣の。ほぼ全部一緒。で、これまた下段から出て、これで、この飛び込みがかなり強いな。はい、これで蹴って、はい、これで竜巻三脚して、猛射程度にしていって、ここで行くと。さあ、倒した。ラストボス。Why can I kill you? もう殺さないと。殺さないとして、
ああはいはい、next time I will be full power and not be best。 次こそ絶対全力で来て勝つよと。落ち込んじゃったわ。フレイヤが落ち込んで、でファイナリー結局私たちは最終点、終点に着いた。しかし、the answer is not、 答えは見つかっていない。to be continue。 何これ、週刊少年ジャンプのさ打ち切り漫画みたいな。 ようやく私たちは終点に着いた、でも結局答えは見つかっていない。まるまる先生の次回作にこうご期待みたいな。はぁ、コンガチュレーションズ、おはようございます。はっはっ、待って、踊り出したんだけど、何これ。え、待って、踊るんだったらちょっと待って、買いたいで、フェイスをあのカートゥーンの可愛い方にしたい。んー、ちょっと なんだこの前屈したのに、このなんかすごい微妙なエンディング。え、スイッチカメラ、いっちゃまにカメラは3カメあるんだ。何これ、ストファイどこ行った、これチェンジトラック、リップグロス、何だこれ。特に俺の実況史上一番なんかスッキリしない終わり方。でもなんとか世界の平和は守れたんかな俺。もう一回可愛い姿みたい。あ、これなら全然よかった、これなら全然よかった、マジで可愛い。こう見ると可愛いね。あ、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。で、これがこれがこうなると、あー、すごい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 、途端にやっぱなんかこれじゃない感すげえ出るな。